カントゥス・ソナーレは、鈴木英氏が作曲した、吹奏楽曲。演奏時間は8分程度。創価学会音楽隊、結成50周年も、かねて、創価グロリア吹奏楽団からの移植により、作曲された。題名にある、カントゥスは歌、ソナーレは、響きの意味。作曲者の鈴木英氏は、響きが歌となり、歌が響きとなるという意味合いを込めている、としている。 この作品は作曲者が自身の他の2作品、ライフ・バリエーションズ生命と愛の歌、鳳凰、ひとしチョープと合わせ、愛の三部作と命名している。作曲者はその理由は多数あるが以下に点をお礼として挙げている。本作品は初演の後2004年の全日本吹奏楽コンクールでの演奏のために改定が施されている。そのため、 改訂版が作成された後の楽譜には、初演版と改訂版の両方が掲載されている。作曲者は、どちらを演奏するかは演奏者の判断に任せているが、二つを混在させることは許可していない。作曲者は改訂版での演奏を望んでおり、楽譜も改訂版の方が先に掲載されている。改訂版のみ2004年8月1日の改訂版演奏は、 課題曲の音の出だしから自由曲が終わるまで12分というコンクールの時間制限によりカットされている。そのため改訂版すべてでの初演は2005年1月10日となる。ありがとうございます。